999です。今回はアイヘンバルデで半蔵とウィドーメーカーやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。攻撃側からスタートなんですけど、味方はメイちゃんと半蔵とハムとザリアっていう感じなんで、とりあえず相手の裏とかからかき乱したいなと。相手ウィドーメーカーいますね。バシンと一発もらいましたけど、どうやって攻めたらいいんやろね。またウィドーメーカーに一発もらって、マーシー結構ロー、ディーバが詰めてきたんで一瞬逃げたいところですけど、これ殺されるかな、やられてまうかもしらへん。んー、ギリギリ大丈夫かな。ちょっと上行こうかなと思ったらスタックしましたね。これスタックしましたね。動かれへん状況2秒ぐらい続きましたけど、その間に味方結構やられてもうてるんで、次のウェーブなんかな。これはもうしょうがないですね。一応明鏡止水で相手の位置が分かってるんで、なんか一発やりたいけど、ウィドーメーカーおるよね、そこ頭でやれる。まあでもブリギってやられてんのか。ちょっとずつ進んでいきたいけど、相手のウィドー起きた。こういうところマーシー強いよね。とりあえず流撃挟まったんで撃っていこうかな。ザリアーそうやね、うん、撃っていこう。ここは壁越し流撃波刺さるかな。一応明鏡止水に出しといて、ここら辺ズドン行きます。刺さってんのかな。プスプスは言うてんねんけどな。右側マクリいますね。あのマクリワンチャン裏取りしてくるんで気をつけとかなあかんところ。正面おりますね。チャッター大丈夫かなこれ。メイちゃんナイス壁。味方はまだやられてへんからまだいけるんか。ハモンドやられちゃいましたね。このマクリ絶対裏から来ると思った。ちょっと気をつけとこう。まあただ正面厳しそうかな。ドロップザビート吐いてくれてて、相手がデッドアイか。相手のウィドウどこにおんのかな。ここにいますね。狙ってるんですが、デッドアイでメイちゃんがキルされたんで、これ多分次のウェーブかな。しょうがないですね。ハルト、うん、はい、次のウェーブでございます。時間もなくなってきたから、そろそろ取りたいねんけどな。マクリ右側気をつけながらウィドウメーカーを狙ってます。当たらんかな。お祈りしてるんですけどね。ヘッドショットワンチャンみたいなない。ディーバ割れそうやで、これいけるか。ディーバとりあえずウィドウ、うーん、お祈りショット当たった。シャッターは一応大丈夫なんかな。これ相手ナノブかかってもうてるけど全然解けへんやん。流撃波溜まったんでいってるけど、裏からマクリこれ来てますね。頭こういうところ半蔵一発なんでガチで強い。この調子で取れたか。いけたね。ウィドウはあやってくれてんのか。ルシオがやってくれましたね、ウィドウメーカー。はい、ということで中身のディーバとあとはアナで終わりかな。大丈夫大丈夫大丈夫やね。びっくりした、全然当たらへんから。これで拠点取れたんか。で、ダニチェックポイント攻撃、こっから撃ちます。ペイロード進むまで結構時間あるんで、こっからワンパンできへんかなと思ってるんですけど、バティストにはバレてそうですね。ほんでディーバにもバレてるなこれ。まあそろそろペイロード進みそうなんで行きますか。うん、当たりませんね。はい、行きましょう。あ、ザリア行かれましたね。状況はどんな感じ。ウィンストンとディーバが相手攻めてきてんのか。ほんでメイちゃん行かれて、ブルギって行かれてるんで、しゃあない。これはリグループですね。ここな、半蔵どうなんやろ。このもう飽き切る前に自分でポジションついて強いところ取っといた方がよかったんかな。とりあえずヒールもらってもう一回行きます。上にいるっすよね、絶対おるよな。ウィドウメーカーとマクリーとバティストが上にいますね。相手のマクリー潮満ちてる。いつ抜くの。抜きましたね。ロードックが釣ってくれた。1枚取ってる。流撃波そろそろ行くか。上にバティスト追って左奥に穴おるな。流撃波ペイロードに向かって行きます。これ当たるやろ。当たってる当たってる当たってる。バティストやれましたね。ウィドウメーカーここおるけど、自分ビートかかってたんでちょっと強気に行きますが、どこ行った。左奥に行きましたね。このビドウやれず。あそこ穴もいんねんな。そうやねん、そこの穴一発当てたいところ。当てました。ハモンド頭任した。どうやろ。こんなとこにウィンストンは効いてないというか、全然キルログ見てへんかった、マジ申し訳ない。ほんでウィドウメーカーに変更して残り時間全然ないんすよね。相手のウィドウインフラ使ってるけど、ハモンドに絡まれて、おお、そのままやってくれたんか。あとはマクリやな、どっかにおんで。マクリこの上におるんちゃうか、ワンチャン。ふう、当たらってかいる。デッドアイあるんちゃう。デッドアイ打ってきましたね。ヘッドショット当たらず。上上がりましょうか。ワンチャンやれたら。やれませんねこれは。で、味方2枚落ちてるんですが、メインのウルトが刺さりまくってる。シグマそこ立て邪魔、クソ。で、マクリ胴体2発でやれた。これ2枚取ったけどどう、いける。そろそろウィドウ帰ってくるよね。これディーバ打ちつつ、ウィドメーカーいました。胴体いや全然頭当たらへんわ。
いや、よかった。でも味方がやってくれて、ペイロードは進んでそうですね。バティストようやく頭当たった。はい、ということで第2チェックポイントこれで通過。第3チェックポイントですね。ここのウィドウ絶対強くないねんな。俺のウィドウじゃ全然刺さらん気がしててんけど、もうそのまま流れでウィドウメーカー行っちゃいました。でインフラ溜まったんで、とりあえずインフラ出しといて相手の位置を確認。ソルジャーまくりになってますね。まあソルマクやったら抜けたらビドウの方が強いけど、ディーバいける。ナイス、メイの壁、ディーバのメック破壊。あとは足グマと、あとはソルマクあたり狙いたい。後ろのヒーラーか、何でもいい。キルできれば何でもいいねんけど。嘘やばすぎる。ビートかけてくれてありがとうやねんけどな。シグマの盾がもろもろもろともに邪魔やねんな。射線もあんまないしな、ここ。ルシオ大丈夫か、やられてもうた。守れんかった、申し訳ない。フックで釣ってくれて、中身にヘッドショット当たらず、当たらずやで。ほんまにもうこれは防衛にかけようかな。もう攻撃は無理、ほんまにね。これメイちゃんやられて、ホックもやられてもうてと。さっきの後ろのディーバな、速攻やれとったら前線向けてんけど、ダメでしたね。ブリギットもやられちゃいます。自分は拠点に絡めに行けないんで、まあお祈りしてるんですがダメっぽいですね。ということで第3まで進めずに防衛側やっていきたいと思います。防衛側半蔵でございます。エイムの方が切れてなかったらやっぱ半蔵でお祈りするしかない。というかここの防衛に関しては適当に打ってたら頭、そう、こういう感じで入るから美味しいよね、半蔵やったら。よっしゃ。であとメイちゃんの壁がしこたま刺さってるから、メイちゃんが壁張ったところを思いっきり火力出していきたいですね。ここはもう打っていくだけ、電光石火とかいっぱい使って打っていきましょう。あとは明鏡止水は壁側に打っといたら結構相手引っかかってくれるというか表示されるんでおすすめです。これ相手どういう感じで攻めてくる。左側まくり一発当てたよ。相手は正面から右側に行ってるんで、これはもう詰めるしかないね。後ろのソルジャー逃げ遅れてる。ほんでマーシーワンチャン蘇生来るかな。来てる、頭当てる。これで2枚取ったんで、そのままゴリゴリ裏から侵入していきます。このシグマとホックがもうがっつり裏取ってくれてるんで、ラッキーってかディーバやば、やられる。あぶねー、とりあえず逃げれましたね。これは生かしといてもいいけど、キルしてもいい。オッケー、次のウェーブでございます。こっから明鏡止水打とうと思ったら普通にまくりやっちゃいましたね。まあでもここ蘇生されたんで流撃波一応言っておきます。あー、まあまあまあいいか、穴やってくれたんでね、ロードホックが。あれ流撃波で相手の穴が前来たところフックで吸ってくれるっていう三段、完璧でございます。残り時間は2分ぐらいか。まあ相手ほとんどウルト溜まってるんすよね。ハルトのシャターか、まあディーバの自爆、ここら辺しか強いウルトはないんで、そこに気をつけたい。ナイス、ソルジャー頭でかいよ。まあこっから撃っていくだけでいいけど、ナノブースト使いましたね。ハルトかわいそうやな、あれ。ロードホックがウルトですりつぶしてましたね。この感じやったら正直守れるぞ。こっちビートあるし、まあバイザーとかデッドアイとかそこら辺の DPS のウルトは無視で、やはりディーバの自爆、ここだけに気をつけたい。体術あんまり使わずに、というかディーバの動向だけ探っておきたいですね。右上飛んだ、右上飛んでるのはディーバ。ちょっと気にしつつハルトの盾を割っていきます。ディーバおるよね、右側に多分いる。ああ、いますね。ちょっと気使う。ああ、メイちゃん凍らしてくれてんのか。来たよ自爆が。大丈夫、うほー、マーシー行かれましたね。ただこのメイちゃんがディーバ凍らしてくれるんかな。遊撃波行きます。メイちゃんのウルトも行ってくれて、ディーバ割れるやろこれ。ディーバ割りました。前線も張ると死んでるな。ディーバの中身も頭パラマ出てきてんのか。ここは人数差どっこいどっこいなんで、あんまり死なへんように戦います。自己死するからなファラマは。うん、マーシー帰ってきた。オッケー、このウェーブ守れてますね。ファラはこれ当たらんけど大丈夫やろ、帰りますよね。まあやっておきたかったけど、まあまあまあここは大丈夫。どうしよっかな。味方にヒットスキャンがいないんで、ファラマを落とす人がいないっていうか、飛ばされて眠らされた。嘘でしょ。一応帰ってきたけど微妙やろな。ファラやるけどね、まあちょっと厳しそうですね。最悪や、眠らんかったら多分いけた。拠点取られちゃいました。ほんで第2チェックポイント防衛、めちゃめちゃ時間使えたんで、もう残り10秒ぐらいになってます。マクリーに変えて相手ウィドウメーカードゥーム、
上から敵おらへんかな思ってペイロード見たらウィンストンが怒ってるよね。ちょっとダメージ与えつつドゥーグフィスト発見したんでフラバン当たらず、パンチも相手外してくれて、どっか行ったな。でメイちゃんウルト使ってるから、あ向こうにミドウがおんのか。とりあえず凍ってるシグマを頭入れてるんですが、ビヨーン言うてる、頭かすめてるな。これちょっとまずいのかいいのかよくわかんない状況。ダメですね。勝ったっていう、なんで勝ったんか分からへんかったから、ちょっとリプレイで確認しております。オーバータイムで味方全滅して、ほんでなんでロードホックがなんかちょこちょこと歩いてくんのかな。最後どっからかロードホックが来た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 、歩いてきた。ペイロード終了してる。特大 C9 えぐない、これキャリーすぎてびっくりしてんけど、ほんまに味方に助けられました。 あと敵にも助けられました。はい、ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。